残像剣、まあ、全体攻撃あれば役立つ。やばい、重大な事実を知ってしまった。嫁さん、あれだ、体験で乱れ雪月下も無明剣も覚えらんねえわ。で、剣のひらめきは悪くない、高速剣とか覚えられるんで。なんで嫁さんちょっと剣使わせて、でベネディクトは無明剣も乱れ雪月下も覚えられる。だからちょっとムーンライトで素振りする。あの武器入れ替えるかもしんない。だからベネディクトただ体験使わせると盾の意味がなくなっちゃうんだけど、まあもう年代ジャンプがないんでね、技道場に技が並ばないんで、ちょっと考えていかないときついかな。ここに来て、ここに来てかなり誤算が、まあ、巻き割りスペシャルは大丈夫。いきなり覚えてよ、駆動剣これは最後ディレイだっけ。ちょっと威力を見て考えよう。まあ、いけ駆動剣3800杖琉璃の剣使わせようかな。14か。じゃああとまあ無明剣か乱れ雪月下。てか無明剣覚えてないから、無明剣からは無明剣覚えらんねえな。普通に攻撃してても大丈夫だけど、やっぱり発生させた方が覚えやすいんで。チャージを見切った。ちょっと技リスト、まず音速剣を嫁さんに覚えさせて、こっから高速剣を覚えよう。でベネディクトに無無剣を覚えさせて、こっから無明剣を覚えよう。でこの2つ覚えたらちょっとまた先へ進むか。高速剣早速覚えた。今度ミスったかと思った。3160普通強いな。やっぱり流輪の剣の火力っていうのもあるけどね。ベイルシュトロームとか、これちょっとやばくねえか。結構食らうな。あと体験技だよね。でそう考えると千切りも強いよな。高速剣8か。でもじゃあ駆動剣やっぱ火力はめちゃ高いんだな。喝殺ハジャホウ、まあまあ無明剣ようやく覚えた。めちゃくちゃ長かったんだけど、つえマジつえ。まあとりあえず揃ったは揃ったかな。駆動剣があるでしょ、で千手観音があるでしょ、で無明剣があるでしょ、でギャラクシーがあるでしょ、でこいつは巻き割りスペシャルがある。巻き割りスペシャル8って考えるともう1ランク上のものがあるな。これなんだろう、ちょっと見てみよう。技斧スカイドライブ11だね。スカイドライブがあるな。高速ナブラもあるか。覚えられるのかなこのトカゲで。というわけで皆さんこんにちは、ミカミックスです。ロマサカ2シーズンファイナル最終工程編の後半をやっていきたいと思います。まあ、技のね厳選をしていたところをちょっといろいろと不手際があって、覚えられる技覚えられない技をね確認したところ、嫁さんがね乱れ雪月下無明剣両方とも覚えられないんで、武器を変えて剣にしました。で駆動剣を覚えてます。でベネディクトは無明剣と乱れ雪月下、まあ、両方覚えられるキャラなんですけど、とりあえず無明剣覚えたんで、無明剣を中心に体験を使っていきます。なので剣と体験の役割が、まあ、入れ替わりました。で剣レベル自体はね剣も体験も共通してるんで、まあ、別に弱くなるっていうことは、ないです。まあ、そんな感じで、後半戦やっていきましょう。で今回やっていくのは、まあ、普通に七英雄を倒しながら最後の七英雄を倒すというところですね。まず向かうところは布野から船に乗って氷海へ行きましょう。これでスービエと戦います。っていうかこっからさスービエのところ行くとか、まあ、誰か教えてくれるっけ。もうちょっとこれは攻略サイト見て、あそういやそうだったなっていう感じだったんですけど。でスービエは別に第二形態とかになってないはずなんで楽勝に倒せると思う。で最後の6匹目っていうかいきなり来たな、トリトン。
身の程を知ってもらおうか。で通常時はまあ高速拳でいいでしょう。体術は、まあ、マシンガンジャブあたり、滑殺がでも8か、滑殺でいこう。で全体攻撃の時は月影を使ってムーンライトで、で単体はまあ普通に無名拳でいいや。でギャラクシー、ギャラクシーちょっとでもあれかな、長いからな、モーションが長いから。でタンボラは実は火の魔法を使って火を鍛えていきたいんだけど、まあいいか、巻き割っていこう。ちょっとリバイバーがあるかどうか見てなかったな、術研究所行って。高速拳コスパがいいな。でこのまま突っ切って、なんか途中降りられるんだけどね、人形乱されたな。これ残像拳、敵が多いときは残像拳の、ムーンライトで月影、ストーンシャワー、まあ、全体攻撃を中心に。ファイアボール使おうかな。フリーファイトになると素早さ順だからね、やっぱ早いな、忍者が早い。で最終工程嫁さんも素早さは結構高いんで、まあ、パンチもね向いてるんだよね実は、ステータス的に。でスービーってさ、なんでこんなとこにいんの、もう意味がわからん。こんな氷の中で何してたの。全力でいきましょう、不動拳。まあ、ディレイかかるっていうところがね若干あれなんだけど、今後たてはもう張る意味もないんで、火力で押していく。まあ、1ターン目はマッチで全力。そうか、メイルストロームを使ってくるのか。いやでもここは押し切ろう、300そこそこだな。千樹で3000、だからみんなもう3000級だよね、攻撃力的には。巻き割りがちょっと3000届かないけど、こいつ5000当たるし、マジ強え。無妙剣不動拳も5000ってか、ワンターンキルだし弱え。スービエを倒しロンギット界の安全を確保した。あんな雑魚モンスターで、これ1年経つはずなんだよね。でこの1年経ったことにより、なんかワンチャン技道場に技が追加されないかなってちょっと思ってるんですよ。剣、あ増えてる、高速剣、不動剣、残像剣、よしよしよし、ちょっとねこれねありかなって思ったんですよ。あ無妙剣もある、お、これは追加はされるんだ、なるほど。ここに来て学んだ。じゃあ技じゃなくて技と武器入れ替えよう、やっぱり。じゃあ OK ですね、これで。嫁さんまた体験に戻して、技は無妙剣覚えさせてます。でベネディクトはまた剣に戻して、竜輪の剣で、まあ、やっぱりその片手剣使いたいのは、この聖騎士の盾をね、まあ、生かすために、やっぱりホーリーオーダーは片手剣でいきたいというのがあります。で、技としては、まあ、さっきと同じなんだけど、高速剣と残像剣と不動剣のバリエーションでやっていきます。でちょっと魔法研究所を覗くかと。リバイバは結局出ずに終わったか、まあしょうがない、リバイバなしでいきますか。じゃあ最後の七英雄どうしようか。まあクジンシーかダンダークが残ってんだけど、特にどっち倒すかは考えてない。まあせっかくだから、もうせっかくも何もないけど、どうしようかな。まあ子供とコムーのところにいるんだよね、ダンダークが。ダンダーク倒してクジンシー残すか。この奥ですね、ダンダーク。これさ、大難形態だ。強くなること、そんなところで強くなっているようでは効率が悪い。俺の強さを見せてやろう。ちょっと大難形態か分かんないけど、あんまり強くなさそうだな。まあここも混合盾使うまでもないでしょう。押し切ろう。
ちょっと火のレベルを上げたいんで一回ファイアボールは打っておく。技術点のために。まあ7英雄だからそこそこ持ってるでしょ。少なくとも4桁はあるでしょう。どう考えても串刺し実は見切っている。ファイアボール、366弱い。火力を求めてないから。不動拳杖何1ターン与えたか。さすがに1ターン与える。しかし2ターン目巻き割りも入って耐えられるかな。グランドスラム、これは最後だからね。無駄なグランドスラムを打ったな。そのグランドスラムが発動することなくお前は死ぬんだ。このギャラクシーによってちょうど死んだ。5000、うん、まあまあまあいい経験で。力を求めし者雑魚だったな。近いわ。これ奥に宝箱あるんで先にこれ取っとかないと勝手に帰らされちゃうんで、まあ、力の帯みたいなやつだったね。怪我してたんだ。なるほど、それで動けなかったっていうかさ、よくこんな奥まで来れたな。七英雄の人にダンダークを倒した。子供と子分には大して触れない。ナゼール海峡の南方、大表現にモンスターが続々と集結中。決戦の時だ。大表現、そしてラストダンジョン。では最奥まで来ましたので、ちょっと今の現状を見ていきましょう。結構鍛えました。水流借りまくってね、技術点、稼いで、で、補助魔法ですね、混合盾でリバイバも使えるようになって、プラスしてソードバリア、まあ、この3つを貼って七英雄の方ね挑んでいきたいと思います。では行きましょう。残しているのは九人士。この俺の挑戦を無視したな。後悔させてやるぞ。後悔するのは貴様だ、九人士。まあ、九人士ごときに補助魔法をかけるっていうのは、まあ、またしなくて大丈夫なので、まあ、不動拳でいいかな。不動拳やっぱディレイがかかるっていうところが少し使いづらいかな。火力はね高いんだけど5700か。さすがにでもワンタンキルはできないかな。かまいたち大したことないな。ギャラクシーも4000超え。ゴーストライト誰も効かなかったのか。で斧はちょっと弱い。技術点稼ぎしてたのは4500とか。火のね術レベルを上げたくてサラマンダーはずっと火の術使ってたんで、斧はねちょっとレベルが低い。基本的にみんな42くらいはあるはずなんだけど、サラマンダーの斧レベルだけ38とかそんくらいだった気がする。倒した。七英雄大体第一形態で倒してるからね。ここはみんな第二形態。ひげまたやられるとは。最後の手段、誓いなど守っていられるか。準備はちょっとしましょう。で能力的には剣レベル嫁が46でしょ。でベネディクトも46で天の術が42で体術42に対して斧34だった。斧が37かっていったところなんで、やっぱ10くらいちょっと劣ってるんで火力の出がやっぱり違いますね。まあそんな感じでいきましょう。でまず1ターン目っていうか最初はロックブーケなんで、ロックブーケの時に補助魔法を完全に貼る。ま
攻撃回数がどんどん増えていくんで、攻撃の手が緩い間に魔法は全部かけちゃいましょう。また混合を立て、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 でテンペーションは見切ってる。でベネディクトだけちょっと水魔法なんでリバイバーが貼れないので、それはサラマンダーに貼ってもらいましょう。で次がソードバリア、ソードバリアって自由に使うんだ、結構使うね。剣、意外にかっこいいな。これで剣と盾両方貼った。テンプテーションだけだったら何のダメージにもならないからね。で次はリバイバ貼るんだけど、ベネディクト覚えてないんで、ちょっとコスパ重視で高速剣でいくか。でリバイバも、あ、まずは自分に貼る。サラマンダーがやっぱり火力がないんで、まあ、ちょっと補助魔法を切れたらサラマンダーで貼ってっていう感じでいきたいと思います。高速圏でも3000超えるからね。でリバイバー貼ったことにより地層が火になったのかな。で嫁も攻撃していきましょう。忍者も戦艦の黒剣とか6000ごとに1人ずつ出てくるのかな。だったらなんか多少コスパ重視でもいい気がする。で5700でしょ。3000ずつ与えていければ2回に1回の攻撃で1人ずつ出現する。ギャラクシー3000、ノエル、リバイバーを貼って不動拳、さすがに6000は超えないから4800。まあといっても別になんか覚えてるわけじゃないんで、全力でいっか。もう気にせず、かまいたち期間、テンプテーションも期間。これで4人目。不良剣マジ強え。ダンダーク、不動拳と巻き割りで1人出せるかな。これギャラクシーで絶対出るんで、巻き割りがどれくらいの火力が出るかだよね。痛い電撃400も食らうか。2000は当たってほしい。1700か。不動でいくつ。いくわ、強え。これで6人目。ちょっと回復しよう。サラマンダー自分で回復させるか。本当一番火力が出ないから、高級ゲームマリオネットやばくね。誰がどうなってんの。無妙剣ソードバリア。マジで役に立ったソードバリア。マリオネット一番危険だな、これ。だってギャラクシーでさ、マリオネットされたら終わりじゃね。これ大丈夫だよね。だミスだった。こいつは大丈夫。怖えわ。一番怖い。ガートルードちゃんちょっと回復させないとな。これで全員出た。触手。うわぁ。リバイブが発動した。ソードバリア、やっぱソードバリアめっちゃ役立ってる。でリバイバーを貼り直さなきゃいけないんで、タンボラで貼り直そう。
18、全然余裕だな。でも、戦時間も悪くない。アビスゲート、こっからが本番。これさ、なんか剥がされるとかないよね。アストラルゲート剥がされるっけ。なんかわかんねえ。ミス。あ、とりあえずこれで少なくともガープルードだけは買ってやるから。ソードバリアとモモタテが発動するかどうかだよね。それを見て考えよう。それまで攻撃テンプテーションは生きてるから大丈夫。マリオネッツ、え、これどういうこと。大丈夫か。無妙剣大丈夫。一番怖いわマリオネットが。一応陣形のね、ラピッドストリームっていくと先制できるからマリオネットの効果がなくなるんだけど、やっぱね、ラピッドストリームよりはアマゾンストライクの方が全然火力が高いんで、前衛3人、これが危険なのか。あ、ソードバリアまだ大丈夫だね。ボーテックス使われない限りは残ってるわ。一番怖いのが本当にガートルードが操られてギャラクシーが全員に来る。これ絶対全滅するから。メイルストロム強え。高火力でそろそろ蹴りをつけたい。一応リバイバーを貼ってやるからまだ押せるっちゃ押せるけど、もう瀕死だよ。いや、ここはリバイバーを信じてちょっと剥がれるまで攻撃をする。かまいたち発動、ポイズナスプロー、これも発動。いや、リバイバーでも覚えてきてよかったな。542強い。攻撃が半端ないよね。今2人剥がれてるんで、よし倒したでいいんだよね。まあ、めちゃくちゃ準備してきたからね。あれ帰ってった、そういう演出だっけ。では振り返りながら感想をちょっといきますか。やっぱりジェラールだね、マジで。ジェラール時代ってもうできること本当多くて、まあ普通だったらね、南バレンヌ終わった段階で次の皇帝に変わっちゃうんですけど、まあ、南バレンヌを少し後回しにして、いろんなところまでね、進んでいけるんで、もうジェラール時代でどこまでやるか、それが帝国の未来を作ると言っても過言ではないと思います。まあ最初はね、やり始めた時はもう何にも考えないでやったんで、ちょっとめちゃくちゃ辛くて早々に積んでしまったんですけど、まあ、ちゃんときちんとね、ちゃんと組んでやっていければ、まあ、できないことはないと思います。まあ、結構余裕もあったしね。まあ、最後はね、あのファイナルシーズンはちょっとズルして強くてニューゲームでやりましたけれども、まあ、普通にやっても時間をかけてジェラール時代で、まあ、仕込みをすれば、まあ、1クラス、まあ、1回ずつ使ってもクリアはできるということですね。まあ、最終工程さえ出ちゃえばね、もう年代ジャンプが起きないんで、まあ、あとはひたすら鍛えてクリアに向かうだけなんで、まあ、最終工程を出すことが、まあ、目的ということにはなります。
で一応今回の企画はこれで、まあ、完走したわけですけれども、まだもうちょっとだけねやりたいことがあるので、まあ1クラス1回限りっていう縛りではなくて、もうちょっとだけロマサガ2を続けていきたいと思いますので、まあ次回のね、ロマサガ2もお楽しみにしてください。まあそういうわけで最後のこのシーンだけ見ていきましょう。語り伝えられる英雄、トロフィーゲット。というわけで、ロマサガ2、1クラス1回限り使える縛り。なんか他で、そんな感じの、縛りでやってみたのは、今回で終了したいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。